成22年10月25日月曜日、参議院予算委員会に出席し、集中審議された経済・財政及び外交・防衛について答弁しました。総理大臣官邸に戻り、インドの新首相と会談を行いました。会談終了後、共同声明等署名式、 BLF 報告書受領式、共同記者発表に臨んだ後、夕食会を開催しました。26日火曜日、総理大臣官邸で知的財産戦略本部会合に出席しました。続いて第37回となる東南アジア青年の船参加青年代表らの表敬を受けました。27日水曜日、愛知県の名古屋国際会議場で開催された生物多様性条約第10回締約国会議 COP10 開会式に出席し、演説を行いました。元気な地球を未来に届けるため、今日からのこの首脳を交えた会議で、必ずや未来に対して責任を果たす大きな一歩にこの COP10 がなることを心から記念し、また心から皆さんにそのご努力をお願いをいたしまして、私からの歓迎のご挨拶とさせていただきます。その後、名古屋市内のホテルでガボン共和国のボンゴ大統領と会談を行いました。続いてDICE第65回国連総会議長による表敬を受けました。会談終了後、レセプションにおいて挨拶をしました。夕方、総理大臣官邸に戻り、第1回となる新しい公共推進会議を開催しました。会議では会議の進め方などについて話し合われました。28日木曜日、総理大臣官邸で第1回となる政府与党社会保障改革検討本部会合を開催しました。会合では社会保障の現状及び課題について話し合われました。50年にわたる今の日本の社会保障制度を、今後50年、いかにすれば安心できるものにできるかという、そういう展望が持てるような方向性を出していただけるように心からお願いして。29日金曜日、ASEAN関連首脳会議等に出席するため、ベトナム社会主義共和国のハノイを訪問しました。午前には第2回日本メコン地域諸国首脳会議に出席しました。続いて第13回日 ASEAN 首脳会議に出席しました。午後には ASEAN 10カ国に日本、中国及び韓国を加えた ASEAN プラス3首脳会議に出席しました。その後、中華人民共和国の温国務院総理、大韓民国の李大統領と日中韓首脳会談を、フィリピン共和国のアキノ3世大統領と会談を行いました。夜にはベトナム社会主義共和国のズン首相夫妻主催の夕食会に出席しました。30日土曜日、午前にはシンガポール共和国のリー首相と会談を行いました。続いて第5回東アジア首脳会議に出席しました。午後にはベトナム社会主義共和国の
チエット国家主席を表敬し、昼食会に出席しました。続いて、ニュージーランドのキー首相と会談を行いました。その後、内外記者会見を行いました。ASEAN関連首脳会議等一連の行事を終えた菅総理は、二国間公式訪問の一環としてベトナム社会主義共和国のチエット国家主席を表敬しました。31日日曜日、国家的英雄慰霊碑を訪れ、ホーチミン廟へ参拝し献花を行った後、国家主席府前邸での歓迎式典に出席しました。続いて、ベトナム社会主義共和国のズン首相と会談を行い、書面式の後、共同記者会見を行いました。会談共同声明では、ベトナム側から原子力発電所第2サイトの建設、およびレアアースの探査、炭鉱、開発などのパートナーとして、日本を選ぶ旨の表明がありました。両国首脳は、今回の合意は二国間に新たなページを開くものとの認識で一致し、両国の戦略的パートナーシップの包括的推進を図ることができました。その後、ベトナム社会主義共和国のマイン共産党書記長を表敬しました。すべての日程を終え、菅総理は帰国の途につきました。